いい加減なテレビをご覧の皆さん、どうも。足踏みしてても靴は減る、ギターの井川です。消える魔球、鈴木です。フォークはこうやって投げる、朝日です。山です。ここどこですか？ここはスタジオ、マスタリングスタジオ。なんでいるかというと、なんでだ、マスタリングをしてたから。そう、マスタリングまで無事終わりましたね。マスタリングっていうのは何なんですか？それ聞く？それ聞く？かっこいい曲をもっとかっこよくするっていう作業だね。 CD を作る最終段階ってことね。そうですね。それが終わったってことは、ついにアルバムが完成したと。イエーイ。音周りは全て完成しました、うん、はい、はい、そう言ってるうちに夏も終わりました。はい、終わったと見たね。終わったね。お盆過ぎたらもう夏は終わりだね、うん、終わったっぽい。クラゲ出るし。残念、あんまり遊べなかった。思いのほか遊べませんでしたよ、私は。まあ、海に行ったのが良かったかな、うん、海行ったんだ。行きましたね。あれ言わなかったっけ？言ったね。泳いだ。使った。使った。すごいね、珍しいね、うん、ゆきちゃんが海に行きたかった。あともう一回ぐらい行きたかったんだけど時間がなかったな。お盆過ぎたから。なぜならね。なるほど。お盆といえばこの間さ、俺ウィキペディアにも出ていないボンジョビの重大な情報をリークしたでしょ。あの頭で言ってやる。忘れてる、うん、あのドラムの人がの誕生日がお盆だったからボンジョビになった、うんね、うん、それで、ね、あれで、ね、話してると思い出したんだけどさ、昔山田さんジョン・ボンジョビゲームって言ってね。あ、それ言ったことあったっけ？あった。俺やってた、みんなでやってたよ。マジ超面白いんだよね、うん、そう、二人用のゲームでしょ。いや、あれは違う、みんなでやると楽しいんだけど。みんなでできるんだ。二人でやると二人か三人、二人でやると順番が決まっちゃうから、うん、いつまでも終わんないってやつ。こうやってやりながらできちゃう。ちなみにゆっくりやると、だからジョン、ボン、ジョビって言い合うゲームなんだけど、ただ単にね、ボン刺すんだっけ。全部刺す、人数が多ければ刺す。あ、そうなんだ。あ、ちょっとタイマンで勝負しよう、山田さん。タイマンじゃない。ジョン、ボン、ジョビ、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 ジョン、ボン、ボン、ジョビ。っていうね、っていうやつがあったね。あったね。あった。それすごい思い出した。それはさ、だって山田さんはさ、自分で考えついたんでしょ。考えついた。なんかさ、千田光雄ゲーム、暗いとか言わない。千田光雄ゲームとか入ってた時に、なんかいっぱいいろんなの出たじゃん。あったね。で、俺も作ろうと思って。いや、すごいね。決め、なんちゅうんだっけ、そういうの。最後のハンコ押すみたいな。もうこれでもう終わったよね。何が？この流行が。あ、そう。ジョンボジョビゲームで締めた。で、終止符を打たれた。どれぐらい広まってるんだろうか。多分この界隈。もう俺周りに友達もやってたわ。ここと発展伝ぐらい。知ってるっていう人お便り欲しいね。知らねえ。どこまで広まったのかね。そう。あれが広めてほしいよね。今もうそう。そうリバイバル。ね。ジョンボンジョビゲームでした。大人数だとジョンボンジョビ。ジョンボンジョビジョンボンジョン。もう無理。こんなゆっくりなペースにいる。全然負けた。意外と簡単なんだよね。そうだね、余計難しい。言いにくいね、ジョンボンジョビ。で、今さ、俺らの中で流行ってるそういうゲームあるでしょ。なんだ、ベリーナイスゲーム。ベリーナイスゲームだ。そうだ、あれか。流行ってるゲームだ。そうでしょ。ベリーナイス。あれ、みんな言わないとな。面白いな。あれ流行ってないの、一瞬でしょ。一瞬流行っただけだよ。わかるかな。ベリーナイス聞いてください。これ詳細は聞けばわかる、うん、そうでしょ。そうベリーナイス。何がよし。ベリーナイスってこうやらなきゃダメなんだ。こうか。ビデオでね。ビデオでやってたから。そうそうそう、これもともと口癖なんだよね、私のね。そうでしょ、そう、そうでしょっていうの、うん、そう。ベリーナイスでした。はい、でした。はい、我々は、はい、9月6日
朝日さんのお誕生日、苦労の日、大阪でライブ、ファンダンゴでライブ、9月8日下北沢クラブ Q でライブ、イエーイ、で9月23日代々木ザーザズもうライブだらけ、超楽しみね、うん、皆さんぜひ遊びに来て、ライジングさんの話した、来てくれてありがとうって俺を言ったかな、ちょっと定かじゃないから言ってない、言ってないね、次回だな、じゃあ次回言おう、次回俺を言おう、こうご期待じゃあねー、じゃあ引っ張ってんの